自宅にいながらインターネットで買い物ができるネットスーパーを利用されたことがございますでしょうか。セブン&アイホールディングスは新たにネットスーパー専用の拠点を荒川区に作りました。一見倉庫に見えるこの建物、中に入ってみると完成したセブン&アイネットスーパー西日暮里店は、生鮮品から衣料品までおよそ1万品目を揃え、既存の店舗でそれぞれ対応している出荷件数のおよそ5倍となる1日最大2000件の注文に対応、業界初となる専門の設備などを揃えた初の専門店舗として来週8日から運用を始めるということです。セブン&アイではこれまでネットで受けた注文を近くのイトーヨーカ堂の店舗で商品を選び利用客へ配達していました。2014年度の売り上げは合わせておよそ500億円と見込んでいます。新たに専用の店舗で狙うのは、既存の店舗がカバーしていなかった山手線の内側の客です。山手線内のネットスーパーのニーズってのはだいたい被災しますと250億から約350億ぐらいあると思うんですね。まあ、これは捉え方によって違うと思うんですが、そのニーズを少しでも我々ので取り込んでいきたい。商圏は荒川区や文京区、千代田区などの半径7キロ圏内。セブン&アイでは女性の社会進出などライフスタイルが多様化していることや都心部の人口が増えていることなどから、23区を中心に宅配を希望する消費者の需要は数百億円以上だと見込んでいます。この専用店舗の売り上げは年間50億円を目指すということです。